こんだけでかいんすよ。もうびっくりするぐらいでかい。はい、ソーダです。今日はなんと、コストコ、行ってきます。まあ、コストコ、本当僕ら夫婦で大好きなんで、ちょっと奥さんと仕事がてら、広島に行ってまいります。岡山ね、コストコないんですよ。前ラムーンの時も言ったんですけど、大黒天物産っていう日本一安いスーパーがあるんで、コストコないんですよね。でもまあ僕ら夫婦、コストコ大好きなんで、今度赤岩市にできるかなとは、噂されてますが、コストコないんで広島か兵庫しかないんですよね。スタジオがある岡山市から兵庫県の方が近いんですけど、今日は、仕事がてらなんで広島に行ってこようかなと思います。さっき福山市に先進館っていう、まあ、ちょっと有名な占いがあるんですけど、長女が生まれる前だったんで6年前ぐらいに、一緒に奥さんと行ったことはあるんですが、占い行ってきて、まあ事業のことだったりもいろいろ聞きながら、まあ前回ね行った時、どのぐらいに事業展開したらいいですか、まあ独立したらいいですかって、その時はもうずっとサラリーマンしかしてなかったんで、聞いたら40代って言われたけど、結局30歳で独立したんで言うことは聞いてないんですが、どういう考え方があるんかなっていうのも聞くために福山で聞いたりしてます。まあ今奥さんと一緒に高速乗って福山から今度は広島市に向かっております。僕らも一番最初に行ったのは結婚する前、同棲始めたぐらいで行って、それこそあのでっかいキッチンペーパー買ったりとか、まあ、でっかいティラミス買ったりとかしてたとこから始まって8年ぐらい経つんで、いや本当にコストコ通っていてめちゃめちゃ楽しんで、旅行みたいな形でちょっと仕事がてら行ってまいります。まあまた買って家で開けた時に紹介しようかなと思うんで行ってまいります。はい、コストコ着きました。疲れました。運転、まあ高速で来てだいたい家まで2時間半ぐらいかかるんで、なんとかコストコ着いたって感じですね。結構でも人おるくらい、結構半端じゃないんで、平日なんですけど結構多そうなんで頑張って行ってこようかな。あれか、そっか、マツダスタジアムとついてるから券買わんといけん時があるか。だけど今日はマツダスタジアム閉じとるから券買わんでいいかな。結構広いよな駐車場。めっちゃおるな、バックめっちゃ来るな。多いな意外におるな。お約束じゃん。まあ駐車場止めて行ってきます。はい、コストコ買いましたね、ゆいちゃん。しゃっくりがさっきから止まらんくって、まあこのまま行きます。結構買ったな、でもだいぶ買いました。また帰ったら何買ったかお知らせしていこうかなと思います。本当楽しかったですね。平日なのにやっぱ人めちゃめちゃ多くって、コストコすげえなーっていう感じになってます。帰って、はい、ご飯の準備としようと思います。はい、それでは帰ります。はい、帰ってきました。もう疲れましたね。運転大体2時間半ぐらいでした。一回朝福山に寄ってるんで、まあ大体6時間ぐらい運転してたかなと思います。で、コストコ商品買ってきました。じゃあ今日何買ったかっていうのを紹介していこうかなと思います。ちょっとレシート見ながら行くんでゆっくり紹介していきます。まずはコーヒーですね。これもあのめちゃめちゃ重宝してるコーヒーです。コーヒー豆なんですけど、うちは自動ミル使ってるんで、この豆使って飲んでます。これをIKEA の瓶の中に入れてコーヒー豆、しっかり飲んでます。これ2つ買いました。コストコのメーカーですね。はい、ここのメーカーの、コーヒー豆買いました。結構美味しいです。僕苦め大好きなんで、これ超毎晩飲むんですけど、やっぱカフェイン中毒なんで、本当1日2リットル3リットル飲む人からしたらかなりおすすめです。これが、1898円で購入しました。これ2セットですね。これもうめちゃめちゃ大好きなんで、スタジオ用と、まあ我が家用と2個買ってます。最高に美味しいです。次はこれですね。これあの広島のコストコには毎回置いてあるんですけど、兵庫のコストコにはあんまりないんですよ。オイコスの、これヨーグルトなんですけど、これマダガスカルバニラっていう味です。これがめちゃめちゃ美味しいんですよね。オイコスもいろんな味あって、ストロベリーだったりとかプレーンだったりとかあるんですけど、もうこれがいっちゃん美味しいですね。脂質がゼロでカロリー93キロカロリーなんですけど、これあのタンパク質が 10g 以上入ってるんで、これだけ昼ご飯によく理学療法士時代は食べてました。味がまず美味しいんで、タンパク質取るのにはめちゃめちゃ重宝してます。
これが1298円で、まあ、12カップワンダース入ってるのを3セット買いました。これを奥さんと一緒に毎日食べていくっていう感じで、まあ、小腹空いたら食べるのもありだし、朝ごはんで食べるのもありだし、これだけ昼ごはんにパクパクってフルグラと食べたりもしてます。これ美味しいんで本当おすすめです。みんな買ってみてください。あとはこれですね、ドルチェグストっていうこのカップのコーヒーのやつです。ネスカフェのコーヒーメーカーにカポってはめるカップのやつなんですけど、このリッチブレンドってやつが一番僕は味的には好きなんで、これ30杯分入ってて1898円で買いました。アマゾンで買うよりは安いっていう感じですね。たまにあのスーパーとかドラッグストアで安売りしてるとこれより安いのあるんですけど、まあいいぐらいの値段感なんで買ってみました。ずーっとピラティスに訪問で行ってる小学生のクライアントさんがいるんですけど、そこのお父さんお母さんに開業祝いでもらったコーヒーメーカーですね。これもう家でも愛用してるんで、もう毎日飲むように1ヶ月分、まあこのコーヒー豆と合わせてコーヒー尽くしなんですけど、超嬉しいです。はい、今日からもしっかり飲んでいきます。で、コストコってフードコートついてるんですけど、そのフードコートがまた美味しいんですよね。ここで奥さんはいつも頼むジャンボプルコギベイクっていうチーズっぽいパンの中に、プルコギっていう、まあ、お肉が入ったやつを食べてました。前より200円ぐらい値上がりしてましたね。でも肉の量がめちゃめちゃ増えてるみたいで、結構食べ応えあって奥さん1本食べきれないぐらいの量でした。これが880円しました。で、僕が、フランクフルトですね、フランクフルトを180円で買ったら、フランクフルトこれ180円でソーダ飲み放題、このポップに飲み放題のマウンテンニューだったりとかコーラだったりとかの飲み放題ついてくるんで、あれでこれ180円ついてきたのと、まあこれの単品を奥さんは買って80円で飲み放題つけてましたね。で、2人でしっかり飲みながら買い物するっていう形でコストコ行ってきました。だから結局その昼ご飯で1140円ぐらいかかりましたね。でももう安いよなっていう感じです。はい、で次は、ディズニーに行くようにお菓子を、子供たちと、まあ僕らと新幹線で岡山から東京まで行くんで3時間半かかるんですよね。そっからまた千葉のディズニーリゾートまで行くんで、その間のお菓子ってことで、はい、これまずオレオです。でっかいオレオ買いました。オレオってなんかこう筒のやつに入ってるのが、だいたいこうちっちゃい箱の中にこう筒のやつに入ってるのが結構小分けしづらいんですけど、これは3枚入りのこの小分けのパックがいっぱい入ってるみたいなんで、開けてもすぐ食べれるからいいなと思いました。3枚入りの8袋が6パック入ってるっていう、まあ144枚が入ってるのが1348円でした。これもまあお得かなと思って買っています。もう重たいですねオレオ。まあ娘たち大好きなんでオレオしっかり食べていきます。で、もう一個がこれです。はい、ハッピーターン。これめちゃめちゃ次女大好きなんですよね。まあ甘いものの他には塩辛いものっていうことで、まあ 28g のちょっとちっちゃい小分けのやつが30袋入ってて1078円です。まあちょっとアマゾンより安いかなと思って買いましたね。これも美味しいんで、これも新幹線の中で食べようかなと思って買いました。で、次です。奥さんと娘たちって休みの時結構お菓子作りしてくれるんですよね。あのチーズケーキがめちゃめちゃ奥さんの美味しいんですけど、これに使うクリームチーズ、これ買ってました。これでチーズケーキ作るとすごい美味しくできるんですけど、これが、1198円で3セットついてて、1個が 200g になってます。本当奥さんのチーズケーキマジで世界一美味しいと思ってるんで、これめちゃめちゃ嬉しいです。もうとりあえずクリームチーズあったから買ってって言って、もう作らざるを得ない状況にしてます。で、そのチーズケーキつながりでこれですね、北海道バター、これも、バターいるんで買いました。もうだいたい毎回コストコ行ったらこのバターは買います。コストコ安いんですよね。これも 200g のやつが4セット入ってる北海道バターです。これこれも明治のやつ、はい、美味しいです。これでチーズケーキこのセットで作ってもらうっていう形なんですけど、これで1498円、4つの 200g で1498円です。めちゃお得でしたね。あ、スーパーで買うよりバター高いからお得なんですよ。次はうちの洗剤アリエールを使ってるんで、いつもこれはよく買います。もう一気にドバって買っといてパントリーの中にバコーンって詰め込むっていう作業をしてます。 3.1 倍のアリエールの洗剤6個入りで3498円でした。ちょっとだけ安いかなーっていうぐらいです。
で、次は僕と娘たち、二人は夜っていうシャンプー使ってて、この夜もなんか詰め替えがでっかいのがあって、これは初めてコストコで見ましたね。ちょっと安かったんで買ってみましたね。これがシャンプーとトリートメント、どっちも詰め替え、これ3倍パックだったんで、安いなと思って買いました。これが1個2598円。なんか1個1000円ちょっとぐらいしてたイメージなんで、それの3倍分だから、まあ少しお得だなと思って、シャンプートリートメントを2セットずつ買いました。めちゃめちゃこれいい匂いだし、すごいツルツルになるんで、僕はこれ好きです。夜シャンプー使ってます。僕と娘ね。奥さんは美容院で買ったやつ使うんで、たまにクレジットの決済見てびっくりするんですけど、ボトルで買ったりしてますね。で、朝だったりとか、奥さん昼ご飯によくバナナ食べてるんで、バナナも買いました。コストコではよく奥さんバナナ買ってます。これがだいたい10房ついてて、まあまだちょっと緑だけど、置いてたらだんだん黄色になってくるんで、10房バナナが318円でした。これも安いですね。で、次、子供たちよく僕がおにぎり作ってあげるんですけど、朝、この、ツナフレーク入れるんですけど、18個入りで 80g の缶がこうやって入ってるやつ、1998円です。2000円切ってますね。めちゃめちゃ安い。だいたいスーパーのやつ3個セットとかで売ってるんで、これは結構安いなーって思って買いました。今回この種類は初めてですね。マルハニチロの、ツナフレーク、これ安いんで買いましたね。はい、で次です。今度も子供たち食べるやつ、ミートボールです。これめっちゃ大好きなんですよね、子供たち。この石井のミートボールは、もう僕も小学校の頃、絶対お弁当入ってたんじゃないかっていうぐらい、いつも食べてたミートボールです。これ10袋入りで、めっちゃ安くなってたんですよ、これ。1178円が240円引きになって、938円。しかもミートボール 1.5 倍みたいで、ちょっとでかいみたいです。これ期待してます。本当に子供たち好きで、お弁当だけじゃなくて、普通に夜ご飯の一品として温めといてもパクパク食べますね。はい、これ買ってます。めっちゃ安いです。で、次、フルグラです。フルグラの 1200g。これ大体薬局とかで売ってるの 700g とかなんですけど、これめっちゃ安かったですね。うちはよくフルグラ、朝の奥さん食べたりとか、昼ご飯に僕も持って行ったりとかして、車とかでパクパクって食べるのは、これ結構おすすめです。これが1028円の220円引きで808円でした。めっちゃ安くなってますね。まだまだうちいっぱいフルグラ残ってるんですけど、2025年の5月まで持つんで、はい、消費していこうかなと思います。はい、次です。今度は生姜。この大きい生姜めっちゃいっぱい入ってる生姜なんですけど、これが648円ですね。これはまあ料理用ですね。はい、生姜買ってます。で、次、奥さんこれ大好きなんですけど、バームクーヘンです。しっとり滑らか大人のバームっていうバームクーヘン、これ奥さん大好きで買ってますね。16個バームクーヘン、このぐらいのサイズのやつが入ってて1448円です。ちょっと高いけどなっていう感じです。はい、で次です。今度はピザです。これはちょっと晩ご飯で今から、みんなで食べようかって言ってるんですけど、これバコってこんだけでかいんすよ。もうびっくりするぐらいでかい。僕の手と比べてもかなりのサイズ差あるんですけど、このピザが1880円です。見てくださいよ、これ。一個のこの切ってるサイズが僕の手よりでかいっていう。これコンボって言って味が3種類あるんですけど、これコンボが一番美味しいですね。これはよく買って帰ります。なんか店頭に売ってるやつはまだ焼いてないやつがあって、そっちは1900円ぐらいだったかな。ちょびっとだけ高いんですけど、日持ちもするし、高包装して冷蔵庫だったり冷凍庫入れとけれるんで、これはもうその場で食べたりとか、すぐ持って帰って食べる人用に焼いてくれるフードコートで買いました。はい、美味しそう。はい、で次です。今度は奥さんが食べてたプルコギメイクの中身です。プルコギビーフです。 100g が214円でちょっと高めなんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。これが3499円です。はい、こうやってもうすぐ炒めたら味付いてるからバクバクって食べれる。まあもちろんパンにつけてプルコギベイクみたいにして食べてもいいし、ご飯の上乗せてもいいっていうので、これ重宝してます。で次です。今度はティラミスです。最近まで2000円超えてたんですよ。でちょっと高くなってて、僕ら奥さんと通い出した頃は1400円か500円ぐらいだったかな。今がちょっと安くなって1998円まで値下がりしてたんで買いました。これめっちゃ美味しいんですよ。ティラミス超おすすめなんで、ぜひ今のこの値下げしたタイミングで買うのをおすすめします。今度はこれマジで危なかったんですけど、コストコ出た時点でカートにいっぱい乗せてて、これだけ乗せてたら
こうやってポンって寿司上に乗せてたら、チュルってこのサーモン尽くしの寿司落ちちゃって、蓋が下になって、やべえと思ってパッて取り上げたら蓋まで外れて、もう危なかったですね。蓋の上に乗ってるっていう感じでくるりんってなったけど無事でした。よかった。うちの長女もうサーモンばっかり食べるんですよ。サーモンかイクラしか寿司食べないんで、はい、これ毎回買ってます。これが2580円です。24貫入ってて2580円なんで、まあ安いなっていう感じはします。今度はこれもお寿司です。これも今から食べようって言ってるんですけど、こんだけ寿司入って、でコストコの寿司って美味しいんすよ。これが3698円です。サーモンだったりとか、もう貝だったりとかタコだったりとか、もうめちゃめちゃいろいろ入って48貫で3698円、めちゃめちゃ安いです。これ今晩食べようかなって買いました。で次がエビです。これ冷凍のエビもあるんですけど、こっちの方が僕と奥さんは大好きなんで、これ2305円なんですけど、ちょっと安くなって350円引かれてました。1945円まで値引きされてたんで、21尾ぐらい入っててこの値段なんで、めっちゃいいです。これめっちゃ美味しいんですよ。冷凍しとってもいいかなと思います。で、次が、これは初めてですね。初めて見ました。このチョココロネみたいなやつが8個入りで1298円だったんで、これも美味しそうなんで買ってました。朝子供たちと食べていこうかなって思います。めっちゃでかいんですよ、これ。オウムみたい。で、最後がお肉祭りです。最初は豚バラ。焼肉用の豚バラが 100g158円、三元豚のやつ。カナダ産ですけど、これもまあね、使いやすいんですよ。1959円。で、三元豚買ってます。めっちゃ熱いんですよね、これ。と、こっちが豚バラの薄切りです。これは 100g の178円。これは国産の方です。こっちの薄切りももうババって炒めるだけでも美味しいんで、焼肉のタレで炒めたりとか、キムチと一緒に炒めたりとか、超使いやすいんで買ってます。2713円ですね。はい、美味しいです。最後が、豚の細切れです。もう豚ばっかり、豚パラダイスですけど、はい、これが2546円、 100g がだいたい99円なんで、これもめっちゃ使いやすいっていう感じですね。はい、そんな感じです。まあこれだけ買って総額いくらになったかっていうのが発表します。61,024円になりました。はい、ありがとうございます。結構買ったんですけど、いっぱい保存できますし、しっかり生活用品も買ってるので、まあこのぐらいになるかなっていうところですね。コストコ行ったらいつもこのぐらい買って、だいたい年に4回か5回ぐらい行ってるっていう感じです。もうコストコ超岡山にできてほしいっていう。まあ今は高速費も兵庫行っても広島行ってもかかるんで、まあ今日は仕事のついでに行ったんでまだ良かったんですけど、ちょっとねかかりすぎるから、岡山赤岩市にできるっていう噂があるので、できてほしいなと奥さんと思ってます。このチャンネルでは今日はいろいろコストコの商品紹介しましたけど、僕岡山城近くでピラティススタジオを運営しているので、ピラティススタジオのことであったりとか体についての情報を発信していっています。その中でも僕フルマラソンで3時間切りサブ3を目指していっている練習動画、本番動画も上げていってますので、応援してくださる方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。コストコ大好きだし、この11月にはディズニーに、みんな家族で行こうかなって言ってるので、そのディズニーの、まあ、準備も兼ねて商品買っていってますので、そういう商品も紹介していければなと思っています。ぜひ、業務委託の方、今岡山のピラティススタジオで応募しています。何名か、面接の予定が入っているので、ぜひ概要欄のフォームから、もし働きたいよっていう方おられたら、そちらから詳細とフォーム送っていただければ対応いたしますので、よろしくお願いします。はい、そんな感じですね。それではまた失礼いたします。失礼します。